こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、新入生が入ってきてダブルストロークみんな揃わないっていう悩みがいっぱい多いんで、今回ダブルストロークのお話をします。みんななりがちなのが、ここはまあ不揃い、なんとなくなってるんだけど不揃いになってしまう。まあシングルでもダブルストロークでもほぼほぼ違いがまあわからないぐらい。まあ、今パラジュールも混ぜたんですけど、この違いが分かる。要は全部同じ音色にしたいってことですよね。そうすると一番起こりがちなのがこう握りしめるということですね。これ握りしめちゃうと音色も変わっちゃうんですよ。このダウンストロークっていうのとフルストロークは音色が違うんで、なのでポイントは下で待たない、下で待たない、必ず上まで返す。で、僕は鏡を置いてたんだけど、このラインより必ず上ってことで、水性ペンでこう線引いてですね、必ずその上を、スティックが行くようにするまでこうやって見て、フォームをきれいにする練習をします。で、どうしてもみんなやっぱり握っちゃう。あとこの、右手を叩いてる間に左手が下がっちゃったりとか、左手が叩いてる間に右手が下がっちゃったりしがちです。で、このエクササイズを、書きました。これはどういうことかというと、まず右右っていうのを必ず2回とも胸に当たるぐらいで左手を入れる。で、この時にやっぱりみんななるのが、下で待ったり左手が入ることによって右手の動きが変わっちゃうんですね。で、これを右手の動きをずっと見ながら左手をこれを1個ずつ入れていく。ゆっくりやると、で、そしたら全部同じ、ここから叩き落としてるだけだから同じ音色に揃いがちね。右と左のマスティックが違うからちょっと音色違うんだけど、基本的に同じ音色に揃えることができます。でないと結局握り込んだりとかいろいろやっちゃうと、結局その力の入れ具合で音が結局変わっちゃうんですね。だから音しっかり鳴ってんだけど揃ってないと、どっかを握り込んでるってことが多いですね。で、これ左も同じことやります。だから、左は左からスタートしてもいいんだけど、せっかくだからもうそのままで、そしたらっていう練習ですね。要はこれもこの時は左手に着目して、この練習をやります。だからこれ早く、せーの、これをどん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 テンポ速くしていってください。速くなっても必ずここまでは上げたいって思った自分の想像のラインを、まあもし可能であればその鏡に書いた線を必ず超える。速くなってくるとどうしても高くは無理になるので、この辺最低この辺のラインって決めたら必ずそこよりもスティックが上がるようにして、要は毎回、要はこういう形だと2個目がちっちゃくなるでしょ。2回ともちゃんとこうやって弾くんですよ。っていう風に練習してください。まとめるとポイントは上で待ってること。こう待ってればそのまま落とすだけ。けど下で、握るのが、握るとできなくなるポイントっていうのはデメリットがですね、音色がまず揃わなくなるっていうのと音色違うでしょ。だから下で止める、止めると上げる、打つの3工程に増えるんですね。で、上で待ったら打つ、打つだけだけど、止める、上げる、打つになっちゃうのね。だからものすごくこう効率が悪くてスピードが上がらないし音が揃わないっていうことになります。で、これを、今度は右左をずっと右左右左右左
緒です。必ずここのラインって決めたらそのラインを必ずスティックが超えるように手で動きを見ながらしっかり練習してもらって、これをどん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 速くしていくと、で揃ったら今度はね頭にアクセントつけたり、こういろんな使い方がある。まずは音を揃えるっていうことは、ここの高さって決めたらこの高さでちゃんと4つともちゃんとその高さで打ってるってことね。っていうことがすごい大事です。握り引き込んだりとか、ダラってこう滑らせたりとか、こう要は弾ませてこう押さえつけたりするんではなくて、ちゃんと2回とも弾いて音を発音してるっていうイメージです。頑張ってやってみてください。